見ればわかるだろ。ガキではない、ガキではないと言ったのだ。知らん。シグマ。私だってないさ、おそらくな。知らんわ。知らないはずだが、知っているのだ。うるさい。黙れクソジジイ。とにかく、わからんのだ。わからんのだが、わかったのだ。ただ、なんとなく、お前の名前が、シグマなのではないかと。そんなことよりもこれ、なんだと思う？左の手首にはめられた、この腕輪のことだ。ほら、お前の手首にもあるだろう？同じものが。目覚めた時にはすでにはめられていた。だが何の装置なのかがわからない。うん。数字の3と
フェアという文字しか表示されていないからな。何をしている？無駄だ。お前が眠っている間に私も試してみた。だがきっちりと締め付けるようにはめられていて、どうにも。留め金のようなものもついていないしな。適当に押してみたがダメだった。無反応だ。おい、見ろ。モニターに何か映っている。やあ、目覚めの気分はどう？僕の名前はゼロ三世。この国の王様だよ。ネズミ？聞きたいことはたくさんあると思う。だけどまあ、この中でゼナが話をするのもなんだし。早速だけど、君たちにはゲームをしてもらおうと思ってる。名付けて。のなりゲーム！アンビデックスエディション。詳しいことは、そこを出たら教えてあげるよ。それじゃ、待ってるからね。ああ、そうそう。大事なこと言い忘れてた。今君たちが乗ってるエレベーターだけど、しばらくしたら自動的に墜落するようになってるから。まあ、せいぜい急ぐことだね。じゃあまた撮って。Have a nice trip!あ、なるほど。トリップとトリックをかけたのか。指図されるまでもない。了解だ。